あいうえお。あいうえお。治った。あ、お茶ばっかりありがとうございます。誰だ。流れた。グリスさん。蜂蜜ザクザク。多分あれじゃない、一発目がずれんでね、多分ね。原因は分かんないけど、スタートがずれるとずっとず ずれるって感じ。原因は分かんないですけどね。薬も飲んでないし、病院も行ってないよ。昨日行こうかなと思ってたけど、結局パッと起きたらもう、夕方過ぎぐらいで、昨日ね。あーってもういいやと思ってね。安倍総理がマスクを2枚支給。それなんで2枚なの？ 今更って感じるね。そこなの？マスクが必要なの今。マスクじゃなくて、抗ウイルス薬が必要なんだな。あ、お茶箱ありがとうございます。ザクザク。でもあれだよね、マスクよりそうだよね。現金の方がみんな嬉しいよね。なんでマスクなんだろう。ねえ。だってお金あればマスクも買えるしね。説明士がコロナ陽性。あら。ついに音楽業界まで。あ、お茶箱ありがとうございます。ザックザック。タチョンちゃんもね、お茶箱ザックザック。トモリンちゃんもお茶爆ザクザク。いやー、私もマスクあれだよね。何枚か捨てちゃったからさ、もう、去年ね。結構捨てちゃったら、プレゼントでもらったやつ。あれもったいないな。ナオミちゃんもね、お茶爆ザクザク。ねえ、かなり多分100枚ぐらい私捨てたと思うんだよね、去年ね。いや、もったいないけど、すんごいいっぱいあったから、うちね。だって去年だよ、去年。こんなに値段が上がるとは思わなかったもんね。まあ、うちにはね、たくさんマスクがあったんだけどね。多分1000枚ぐらいあったと思うよ。ゼロワンパルパルヨッサンとドライブなら途中までは見てたけど、昨日。本当にあれだよね、あいつってあれだよね。行くとこトラブル起こすよね。本当トラブルメーカーじゃない？ねえ。結局なんかね、金梅さん家に行くっつって、ゼロワンと、パルパルと、あと、ヨッサンと、野田さんで行ったんだけど、金梅さん家ね、入れてもらえないで、結局警察呼ばれて、それなんか、お財布かなんかを、なくしたみたいな。そう、それで免許を不携帯になって、結局あれはどこにあったんだろうね。そう、なくしたっていうとこまでは見てたんだけど、その後がわかんない、どうなったかね。金前さんは呼ばないでしょ、警察。リスナーさんでしょ、多分呼ぶのはね。
見てるリスナーさんが呼んだんで、それか近所の人じゃない？野田さんのエレベーターに落ちてたの。何それ。こんなことあるの？カバンの中に入れないんだね。なんで男の人って財布落とすんだろう。結構落とす人多くない？やっぱケツポケットとか、あれだよね。あんまり落とさないんだってお財布ってね。それかもうあれじゃない？なんつうの、よくほら物をなくす人っているじゃん。あれはなんか病気なんでしょ？なんだっけ？それかもしんないよね、ほんとにね。よく事故を起こすとかさ、物忘れが多いとかさ、注意散漫とかね。私はでもあれだよ、なんつうのかな、物はなくさないよ。お財布とか携帯はなくしたことないしね。落としたこともないし。ない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 言ってるけど、何枚なくすってことはないかな。財布落とした事件あったよねって。私？配信で？配信ではないような気がするけどな。あー、スロットのね、換金してないレシートとかね。でもあれは結局あったじゃん。なくすってことないけどね。いつ？あー、酔っ払ってね。お店、あれはお財布じゃなくて売り上げでしょ？だから結局、売り上げ入ってなかったんだよね。なくしてない、なくしてない。もともと入ってなかったんだ。でもお財布は落としたね、あの時ね。飲みすぎでね。でもあんまりなくさないけどね。酔っ払ってたりとかしてもね。まあ、トラブルメーカーだよね。毎日毎日毎日あれだよね。何らかしら起こす人。本当にトラブルメーカーっているんだね。あ、今日はね、牛丼買いに行きたいんだけど、すき家って24時間だよね、確かね。ただ、ウーバーとかも頼めないんじゃないかな。まあ、直接買いに行った方が早いかな、多分ね。出前で取るよりね。だから、買いに行く前に電話して、最初に作ってもらってて、できそうな時間聞いていけばいいんだよな。あ、ウーバーイーツとか消したもん。ウーバーと楽天のデリバリーは消したもん。あの、お金もったいないんだよな。もう10回ぐらい私消してんだけどな。ねえ。ダイエットとお金の節約で、消してんだけど、またね、何回も何回もね。はい、これ。玉金。よくあるじゃん、そうさ、ダイエット、何？食べ物とか隠してさ、持ってきちゃう人とかいるでしょ。それ私なんだよね。おやつとかね、冷蔵庫に隠したんだけど、食べちゃうみたいなね。
お持ち帰りができないってどういうこと？できるでしょう。なんでできないの？ん？一つできないのがある。あ、こっちはできないんだ。なんで牛丼ライトお持ち帰りできないの？豆腐だからダメ？そんなことないでしょ。空気がきれいになりました。最近だよって昨日出たばっかだけど。ん？じゃあソースを出して、ソースを。36.5。 だからソースを出してっつってんじゃん。 URL を。出てきた。どこに書いてあるの、そんな。嘘でしょ、また。お持ち帰りはできないっつうと、何、作ってもらえないの？どこに書いてあんの？書いてある。嘘でしょ、お持ち帰りできません。でもこれしか書いてないね。これしか書いてないね。全部なの、これ。他のメニューには書いてないねん、ここにも。全種類なの？だってライトって、だってこの新商品を今日食べるんだから。いえ、これライトって全部でしょ、これ多分。
じゃあこの上の部分だけ買ってくる？牛皿の部分。電話してみようかな。スキーヤ。お電話ありがとうございます。こちらはスキーヤお客様相談室です。音声ガイダンスに沿って24時間、24時間を押してください。ガイダンスの途中でも操作は可能です。なお、この通話は応対品質の向上とお問い合わせ内容の確認のために録音させていただいております。忘れ物、営業時間に関するお問い合わせは1を、店舗、従業員、商品に関するご意見は2を、お弁当のご注文については3を、何番だ？もう一度お聞きになりたい方は9を押してください。え、何番だ？ 2？ お電話ありがとうございます。こちらはいやお客様相談室です。本日の業務は終了させていただきました。え、ご用の方は改めておかけ直しさせていただきますので、発信音の後にメッセージ、お名前、お電話番号をお願いいたします。え、24時間でないの？あ、3番ね、3番。お電話ありがとうございます。こちらはスキヤお客様相談室です。音声ガイダンスに沿って、じゃあ店舗にかけてるよ。番号を押してください。ガイダンスの途中でも操作は可能です。なお、この通話は応対品質の向上と店舗番号でこれ出てるために録音させていただいております。忘れ物、営業時間に関するお問い合わせは1を、店舗、従業員、商品に関するご意見は2を、お弁当のご注文については3を。大変申し訳ございません。本日の業務は終了いたしました。恐れ入ります。これ店舗番号って書いてないのかな。0120しか書いてないね。店舗に電話がないんだっけ、付き合って確か。あ、そうだよね。じゃあ店で食べれやいいんじゃないの。ねえ、確かないよね。あ、お茶ばかりありがとうございます。ヨギママ。はちみつ。ヨギちゃん、あれ、最近お茶ばく投げるけど。副収入があったのかしら。最近毎日投げてるね。あ、だからお店に電話がないんだよ、すき家って。お店に。だから乗ってないんでしょ、これ多分。うん。ないなんてことない。だっていつも電話なんないもんね、すき家ね。結構すき家なんなくない？多分ないと思うんだって。店舗の電話番号書いてないもんね、これ。あ、ただコールセンターがあれなのかね、やってないだけで、これが電話なのかな。じゃあ注文どうしよっかな。じゃあお持ち帰りができないとなると店舗で食べるしかないよね。
そういう話になってくんだけど、どうしようってな。そうそうそう、8種類だから、お家でやりたいんだけど、マジでな。すぐ食べると風邪ないとダメ、やっぱ上の部分買ってくるしかないかな。牛皿の部分だっけ。上の部分、下の部分が多分食べれないってことでしょ。その豆腐で傷んじゃうからってことでしょ。とりあえず上の8種類を買ってくればいいんだな。上だけって売ってんのかな、これ。でもさ、結局下はだって豆腐とサラダだけだから、まあ別にいらないっちゃいらないよね。じゃない？だって下はみんなご飯と変わりないってことじゃん、だって。だって持ち帰れないのがしょうがないよね。でもこれリスナーさんがやってって言われたやつなの。リスナーさんがこういうの出ますからやってくださいって言って。で、やりましょうっていう感じで決めたやつなんだよね。興味ないとか言って。たまーにそういうの組んで、こうの次、新商品が、例えばペヤングの激辛が出るから食べてくださいとかさ、こういう化粧品が出たんで、これをちょっと買ってみ、使って、レビューしてくださいとかね。リクエストみたいの。ただ、その時はほら、お持ち帰りできないなんて、なんつうの、情報がなかったから、昨日発売したもんだから、多分分かんなかったと思うんだよね、リスナーさんもね。企画の変更。でもなんかそれもしたくないよね。だってもう気分はそうだからさ、今日ね。私はなんか牛丼っていう気分なんだけどね、もうちゃんと決まってる。で、どうにかして実行させようよ、どうにかしてね。いや、動物の森はやんないけど、まあ上の部分だけ買ってくればいいんじゃないの。ねえ、それなんか野菜、豆腐うちにあるから豆腐とサラダでミックスさせて食べればいいんじゃない。まあ強行突破しかないよね。切り取り化粧水ってのはちょっと知らないな。どうしよう、それでいいんじゃない。でもそれだったら普通に牛丼買ってこいって感じで、普通の牛丼買ってくるか。ライトじゃなくて、普通の牛丼8種類買ってくる。って何、普通のミニの牛丼も8種類な。下はちょっと違うけど、みたいな。いや、ダイエットしないよって。だってもう今日はやるつもりだから言ったからね。いや、別にいいんだけど、やんなくてもさ、話してるだけでもいいんだけど。あんまり興味なし。コメント欄今めっちゃ見づらい。リングばっか飛んでるからね、今ね。もう全然見えないよ。このイベント、あ、お茶ばかりありがとうございます。イベントの時は相当見にくいよね。ほら、
相当見にくいっしょ。もうずーっとこの感じでイベント中はね、こんな感じ。リング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 って。ずーっとこれだよ。パッと見ね、流れてるように見えるけど、流れてないんだよ。全然あの、みんなのコメント欄のとこはね、緩やかな感じだけど、私のこっちではすっげー流れてるの。この変なハートだから、そのリングっていうやつを投げれば、これが出んのよ、ピューってみんなね。これ。これはリングっていうアイテム、わーってな、みんな投げてるの、これ今。ビャーってな。じゃ配信者だと、それは見えんのよ。何のアイテム投げてるかね。配信画面でもね。どうしよう。本当に迷うな。失敗したな。まあ、全部買ってくるか。普通の牛丼買ってくるか。カロリー相当ひどいことになるけどね。4000キロカロリーぐらいになると思うけど。相当広い。ちょっと全部、もしミニで頼んだら何キロになるかちょっと計算してみる。大食いどころじゃない。食べれない。あ、お茶ばかりありがとうございます。はちみつ、ザクザク。じゃあ、本当はこれ先週じゃないわ。本当は、ゼロワンとやる予定だったんだよね。これね、手伝ってくれるっつってたんだよ。でも家追い出したでしょ？一人でやるしかない。ウーバーイーツにワールドじゃなくて。いや、なんか手伝ってくれるっつってたんだけど、まあ一人でもできるけどね。いや、具だけで頼めんのかな。でも豆腐がないと意味ないんだな、はっきり言ってね、本当にね。自分で作るとなると、また材料買ってこないといけないから、これ自分で作るとなると相当材料費かかるよ。作る方が多分高いと思う、牛丼は。買った方が安いよね、牛丼はね。あ、お茶ばかりありがとうございます。蜂蜜、ザクザク。マヨミザマン。ウーバーイーツはね、多分ね、時間によってできないんだよ、こっちの方ってね。お茶ばか、蜂蜜、ザクザク。多分ね、10時とかね、そんぐらいじゃなきゃ頼めないんだよ、ウーバーイーツは。この辺はね。多分配達する人がいないんだよね、その時間ね、この時間。お茶ばか、ザクザク。いや、迷いどころじゃないよ。なんかちょっと代替案と、普通の案と、ちょっと考えてよ。え？今日の予定の代替案と、普通の予定のもなんかラグってんな、マジで。すげえな、ラグりが今日。代替案。いや、自分で作る。だから材料は買いに行かなきゃダメでしょ、スーパーに。それは無理。動物の森、なんか昨日やったから、動物の森は水曜日固定。動物の森は、
近のグッズでメイクしてほしい。それ昔々やってたよね、私ね。毎日それを100均でメイクしてたよ。全然あの変わんないよ、100均で。あ、気持ち悪い。全然変わんない。あの100均でも、顔は変わんない。持続とかね、持ちは全然違うけどね。うん、顔の作りは変わんないよね。バカ殿だって物がないじゃん、物が。衣装が。この間捨てちゃったもんだって、バカ殿の衣装。うちに着物みたいのあったの、バカ殿のやつね。コスプレ。うん。ただ、今週はコスプレ、明日がファッションショーで、明後日が、まあコスプレみたいにあるから、ちょっと被るね。うん。あ、これ。ゆりちゃんが出してくれてるやつね。うん、被る。ダメよ、被りはなしよ。意外とこうやってみんなから集めるとなかなか出てこないんだよね、いい案がね。みんな脳みそを回してください。脳みそを。意外とあれだよね。企画が出てこないよね。あ、UFO キャッチャーね。UFO キャッチャーでもこの間やったら1万5千使って。ていうか UFO キャッチャーのその時やったやつがね、来てないんで、うち。あれ。あれはどこ行っちゃったの？私が取ったやつは、クッションとか。来てないよね、お家にね。うん。お腹の音だ、お腹も調子悪いの。ずーっと下痢。相当ひどい下痢。うん。かなり痛い。すごいっしょ、ギュル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 になって。味覚はね、ちょっとわかんないんだよね。もともと味覚、よろしくないかな。ただタバコの味と匂いはおかしいよね。ずっと言ってるけどね。って。コーヒーとかの匂いがわかんなくなったな。ちょっと待って。あ、全然匂う。全然味する。全然大丈夫っすね。うん。いや、わかんない。病院も行ってないし、何なのかわかんないけどね。でもなんかそういう状態の人が多分多いと思うんだよね。風邪なのかな、なんかわかんないって人がね。熱はある。うん。朝はそんなに出ないけど、やっぱ夜と夕方にバッて出て、また冷めてバッて出てって感じかな。夜とかは37度以上は出るよね。で、朝はピュって。うん。朝は 36.35 分ぐらい。さっき測ったよ、朝。一日で体温違う。まあ、朝はでも、熱
普通の風邪とかでもそうだよね、低いよね多分ね。熱ってだいたい夜とか夕方とかに上がるよね、体温とかね。だから朝と夜測んのでは全然体重も違うし、熱とかも違うしょ。うん。いや、子供とかもそうじゃん、だってさ。あ、りえちゃんお茶ばっかりありがとうございます。蜂蜜。ザクザク。あら、りえちゃんなんか、あ、言っちゃダメか、これ。大丈夫だったのね、よかったわ。りえちゃん。なんか相談の LINE が来てたけど、元気になったのね、ついに。心配してたわよ。うん。コロナにかかった人も奈々ちゃんと同じように話してたんだから。だよね。このだるさはだよねって感じだよね。うん。たださ、なんか YouTube で、その、重症化になった人がね、復活した時に病院で撮った動画みたいなのがあるの。もうそう、相当、すごかったね、あれ。外人が、もうなんつうの、呼吸器にさ、もうなんか管いっぱい管ね、こうつけられてて、みたいな。で、みんな、人の集まるとこは絶対に行かないでくださいってね。うん。大事な人には会わないでくださいみたいな動画があんのよ。あ、お茶ばっかりありがとうございます。蜂蜜。うん。その動画がね、結構すごいんだよな。そう、女性の。結構綺麗な 女性の人なんだけどね。すごいもう顔とかさ、元気な時の写真と比べてね、コロナにかかったらもうすんごい顔も変形しててね、もうね、ねえ、なんかすっごい顔になっちゃってね、もうあちこち管ついてん。ん？周りの人のことを考え、だから今休んでんやん。わかんない状態なのかな。病院行くにも、行けないよね。休んでるのに配信ネタで外出ないでって。だってそれはしょうがなくない？だってさ、みんな外出てるでしょ。ねえ。普通に外出てるでしょ。だったら、あれじゃん、買ってきてくれればいいじゃん。そういうこと言ってる人がいるんだったらね。今日の牛丼買ってきてよ、誰か。お金渡すかな。手伝ってん。いや、またって、そういうことじゃんだって。うん。で、自分で決めた企画だけど、そこまで言うんだったら手伝ってくださいよって話の。ねえ。買えません。意地でも買えません。うん。で、意地でも買えませんよ。保健所に電話してみたら、なんか電話したっちゅうの来ないな。何曜日だっけ？月曜かなんかに電話したよね。
ガチャ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 うるせえ、ね、やるっつったらやるんだよ。黙って見とけっつんだよ。うるせえんだよ、ガチャ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 。ん？本当にうるさいよね。ああでもない、こうでもない、そうでもないとかね。何様じゃないよ。モンジュリ様だよ。だからお持ち帰りはできないけど、だから、ゆあちゃん？北海道のゆあちゃん？あなたはこれを送ったのかい、また。あなたが送ったのかい、この、また同じやつを。だから KY だって言うんだよ。これを送ったのはあなたかい。また同じやつがもう一つ届いたんだけどね。これ。これゆりちゃんが送ったのかな。これ何個目も3個目だよ。ゆりちゃんが送ったの？これ誰が送ったの？ずーっと開けないで置いといてたけど。あ、ゆりちゃんなの？ 3個目だよ、3個目。3個目だよ。あ、違うでしょ？だ、これはゆあちゃんかい？誰だい、これ送ったのは。それなんだろう、棚。棚ゆりちゃんが2個送ってくれたんだけど、これ3個目なの。うん、同じやつが3個届いてるの、今ね。2個は届いてる。いや、迷惑ではないけど、迷惑ではないけど、同じやつは3個いらないって感じかな。いや、でも捨てるにも捨てらんないしね。まあ、使った方がいいと思うけどね。化粧品でも入れたなぁ。あ、でもなんか種類が違うのかな、もしかしたら。なんか違うよね。こんなに低くなかったよね。なんだろうこれ。こういうことか。あ、でも一緒だ。一緒だ。全く一緒だ。同じだわ。いや、キッチン用品とか入れるだって棚はあるもんだって、元からね。たまーに謎のプレゼントがあるんでね、昨日のなんだっけ、これみたいにさ。あ、これ開けてなかった。あ、ちょばっかありがとう、蜂蜜ザクザク。やばい、クラクラする、マジ。目がチカチカして。よいしょ。ちょっと待って。
これなんか言ってたんだけど、虫のお菓子なんだけど、誰も食べないんだって。カイコのお菓子なの、チョコレート、カイコチョコレート、マユチョコレート、成虫チョコレートって言うんだよ。虫のお菓子なんだって。で、これが普通のエビせんかな？これ美味しいやつだって。熱海かなんかのお土産って言ってたかな。ちょっと怖いよね。どんな感じなんだろう。でもこれ虫入ってないんじゃない？これ何？虫なのかな？形だけかな？形だけ？中には入ってないのかな？普通にチョコレートかな？これとかね。このつぶつぶは虫じゃないのかね？原材料は、あ、でも全部チョコレートだ。で、なんかパウダーみたいの入ってるね。なんとかの葉パウダーとかね。へぇー、これだったら全然食べれるよね。ん？ちょっとこれ食べてみる？じゃあこの形。ちゃんと葉っぱもついてんの。こんな感じで。あ、美味しい。ホワイトチョコレートだ。サクサク。普通に食べれる。全然虫じゃないの。葉っぱの部分が抹茶なんだね。こっちが虫の方はホワイトチョコレートだよ。でもなんでこれみんな見た目があれだから食べたがらないのかな。リスナーさんが言ってたんだよ。これみんな食べたくないって言うんだよねってね。見た目があれなんだろうね、多分ね。うん。いや、全然普通に美味しい。ありがとうございます。これはいいね、お土産にね。でも私たち本物の虫を食べたからさ、こういうなんつうの、海外のやつで虫のなんかスナック菓子みたいの、なんかあるのよ、こういうさ、なんか虫が3種類ぐらい入ってるやつね。それをひでママとよぎママと一緒に食べたんだが、あれは無理だったね。そう、コオロギみたいな。あれは本当に虫をなんかこうスナック菓子にしたみたいな感じの、揚げてるやつ。あれめっちゃまずいの。そう、なんかフリーズドライツとかさ。味はね、なんかね、芋虫とかは結構あれだよね、鶏肉みたいな感じ。で、コオロギとかはなんか唐揚げみたいな感じだよね。うん。目つぶって食べればね。うん、なんか唐揚げだね。唐揚げっぽい感じ。鶏の唐揚げみたいな。あ、今日、あ、そうだ、ゴミの日だ。本当ですか。どうしよう、牛丼。マジ悩む。ちょっと待って。
早く決断を出さないと。痛い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 。動けない。痛い。袋ある。これもそのまんま引きちゃう。月曜日出さなかったっけな。でこれも一緒に。もう缶も一緒に捨てちゃえ。で、段ボールも一緒に入れちゃうからね。もう何でも一緒に出しちゃうから。これね。で、これも細かくね。段ボールも細かくすれば大丈夫なのね。これで普通ゴミとして出せるからね、段ボールも。細かく切ってて。袋に入ればまあ OK って考えたな。結構ね、うちの川崎市は、結構うるさくない、ね、燃えるゴミ、燃えないゴミ、瓶、缶、あと資源。資源ゴミぐらいをね、分ければね、大丈夫って感じ。よいしょ。いやでも東京の方だったらもう何十種類ぐらい分けるのって感じるね。それに比べたら全然あれだよ。こう有料ゴミ袋じゃないし。持ってってくれるよ。だからこれで大丈夫だよ。返却されたこともないし、注意されたこともない。もうちょい細かくしておいたら大丈夫かな。もうちょいだね。どう、だって結局は燃やすんだもん。リサイクルうんぬんとか言ってるけどさ、結局は一緒だよね。OK。
3袋だね。よいしょ。ちょっと捨ててくるわ。ゴミ収集はでも9時までには来る感じかな。9時までに出せばまあ OK ですかね。結構回ってくるからね、ぐる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 ね。うわ、めっちゃ天気いい。捨ててきまーす。おいしょ。あ、やだ。
風が強い。めちゃくちゃ強い。なんなのさっきの人、あの人ぐるぐる回ってんの。何をしてんだあのおじさんは。でも結構ご高齢の方だったよ。よし、来ました。また年金が来ました。年金がいくらなんだろう、これ全部この束。いくらになってんのマジ。すんげえ束で来てんだけど。一枚一枚来てんのかな。あった、値段があった。一ヶ月19,480円。今年分だね。この間もなんか来てたんで、こっちなんか。こっちはなんか30万ぐらいのが来てたんだよね。そう、黄色のやつ。これはね、18万と19万なの。なんかちょっと黄色くなっちゃった画面が。これが、いつのやつかな？平成31年だって。平成31年から令和2年までの料金だって、一括の。平成31年っていつだ？平成31年。あ、去年か。去年で30万とかなのか。1年間で。違う、払ってない話だし、年金払ってないもんだって。ただ、その前のやつは、どうなってんのって話だよね。だから、二十歳の時には、厚生年金を払ってたんだけど、そっから、離脱してね、普通に国民年金になったけど、払ってるとことと払ってないとこあんだよね。ね。差し押さえになったら差し押さえになったんだ。今は大丈夫じゃない。一気に払うのは無理だよね。この間もだって30万ぐらい払ったじゃん。なんだっけ、楽天カードかなんかね。なぜ払わないの。お金がないから決まってんでしょ。お金がないのよ。お金がなんかこの1万円いくらとかこういう感じで来れば多分払えるよね、全部ね。よく言うわ、みんな払ってんの？ちゃんと。
よく言うな、この間アンケート取ったら半分は払ってなかったからね、相当前。本当に。どうせあれでしょ、扶養かなんか払ってもらってんでしょ。扶養は得だよね、本当にね。旦那のとこ入れるからね。勝手に引かれてね、お給料からね。うん。いやでしょ、なんか年間アルバイトとかさ、調整してね。行かないように調整してやるんでしょ、扶養の方は。あ、まあ、積み立てとかね、他のやつはあるけどね、そう、民間のやつとかね。うん。まあ、まとめて払う、でももう、あれじゃない多分、二十歳ぐらいの時のやつは払えないのかな ?5 年とか、5年遡りだっけ確か。5年前のは払えんだっけまとめて。だ継続して15年かなんか払わなきゃいけないでしょ だから今から15年だから、まだ36ですし、40、50、あ、でもギリだね。50いくつだね。結構ギリギリだね。最低15年だよね。最低25年ってことは3、4、5、60か。払わなくていいかな。生きてるか死んでるかわかんないし、もらえるかどうかもわかんないよね。この状況。ねえ。まあ、もらえることはもらえると思うんだけど、少ないよね、多分ね。もらえないってことはないね。国がある限りはもらえると思うけど、今みたいな値段をもらえるかって言ったらもらえないかもね。うん。まぁ、あ、ちょっとね、オカマは短命なんだって。オカマで年取ってる人ってあんまいなくない？結構短命だと思うよ。短命っていうか一人で細々と暮らす人が多いんだな、やっぱ。ほら、結婚とか。あれないからね。うん。だってさ、おじいちゃん同士で手つないで歩いてる人とか見たことある？おじいちゃんとおばあちゃんで手つないでるカップルとか見るじゃん。街中でね、男同士で、おじいちゃん同士で手つないでイチャイチャしてる人とか。いや、たまーにいるけどね、新宿とかでね。でもそんなにはいないよね。人数の割にはいないよね。だ結構一人でいる人が多いんじゃない、やっぱり。うん。短命っていうかね、なんかパートナーはいない人が多いんじゃないの？一人でいいのってヨギママに言われたくないね。いいよ、もう一人で、もうめんどくさいかな。一人の方が気楽でしょ。ハチ君もハチ君で今生活あるからさ、まあ彼もまだ若いしね、この先どうなるかなってまだ話すのも早いじゃん。だってさ、そうじゃないね、一緒になるのか何なのかも分かんないし、うん。いや、別れる別れないじゃなくて、まだ、その、老後のこととかね、そういうの話すのは早いんじゃないのって。うん。
いや、早いでしょ。だってまだ一緒にすら住んでないんだからさ。やべえ、めっちゃだるい。どうしよう。苦しい。息がしづらい。呼吸困難。でも病院来るめんどくさいだよな。病院また行って、また夕方ぐらいまでね、またされるんだよね。こないだ行ったとこは早かったけどね。こないだ2個病院行ったんだけど、1個目は結構待たされて、2個目はすごい早く帰らされてきたんだよね。薬パーンと出てね、1時間ぐらいね。最後行ったとこはね、あそこだったら結構早いかもしんない。そうそう、女の先生のとこよ。この辺はでも女の先生のとこ多いよね。呼吸器とか。血圧計はね、壊れちゃったんだよね。あったんだけど、測れなくなっちゃったんだよ。だからこの間捨てちゃったんだけどね、血圧計。体温計は普通にさっき測ったよ、朝一で。電池を交換しても全然ダメだった。性病？エッチすらしてないけどね、全然。性病にかかる疑いがないよね。もう何ヶ月エッチしてないの、私。4ヶ月ぐらいしてないんじゃない？最後にやったの去年だからね。また来た。なんだろう、リスナーさんなのあれ。さっきのおじいちゃんみたいな。3回目だね、同じとこぐる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 してんの。なんか病気かな、多分。最近ずっと息苦しくて、めまいすごくて、言いたくて、病院に行って調べて悪いとこ、うつ病だと言われた。あ、精神的にそうなるときもあるのね。それで何？治す薬がないんだ、それ。そういうパターンもあるのね。今私、春にはなんかこう落ちることないけどね、寒い時、冬とか結構、昔、なんかあったんだよね。相当若い時だけど、20代前半ぐらいの時にね、寒くなるとちょっと調子悪くなったりとか、あ、お茶ばかりありがとうございます。はちみつ、流星くん。ただあれね、急激に太ったからだよね、多分ね。この連日のね、体調不良は多分デブになったからじゃないかな、多分ね。太る前、痩せてる時はそんなに何もなかったもんだって。運動不足とデブじゃない。花粉症はでも今年はそんなにすごくなかったんだよ。もう大丈夫って感じ。2月ぐらいはすっごい花粉症すごかったけどね。
体重上がってみて絶対痩せてると思うよ。かなり痩せたと思うよ。お腹もへっこんだもんね。ほら。かなり。へっこんだでしょ。いや、前とこれ前は本当に妊婦さんのようにね、こう、ポコーンって出てたじゃん。今、こうへこんでんじゃん、シュッて。まっすぐで、前はこういう感じだったでしょ？体重なんで、測ってもいいけど、そうね、条件が欲しいよね、条件がね。ん？条件が。7000人が集まったらちょっと測ろうかな。今6000人でしょ？ 7000 人でちょっと体重公開って感じでね。さあ頑張ってください。あと1000個だ。あと1000、簡単でしょ？ここにいる一人が、で、無料ポイントに投げてくれればね。で、商売っつってもう儲かんないもん、私は。無料だから。無料ポイント投げないんだよ、無料ポイント。イベント中だからね。あー、ダメだね。これは公開はなしだね。なしっつう、全然足りないね。全然、あれですね。でもさ、今回は5人までなんか画像コンプリートできんのね。お茶ばかりありがとうございます。蜂蜜。なんか、他の人に投げた方が得だよね、今回ね。ダメだ、全然ダメだわ。全然ダメっすね。全然足りないっすね、体重こ。じゃあ、6500でちょっと公開しようかな。6500。で、そうそうさ、みんなこんなたくさんいる人の前でね、は、測ることなんてないでしょ。ぶっちゃけ。いや、オワコンとかじゃなくて。じゃあ、ふきふきして、この間測ったとき確か、86点、何キロとかだったんだね。蜂蜜！86キロだったっけ？86より減ってたら、まあ痩せたってことだよね、多分ね。まあ、私の感覚だと83ぐらいになってそうな感じ、今んとこね。行きました？じゃあ行きましょう。はい。行きますね。よいしょ。シーカー閉めるの。よいしょっと。あ、おしっこしたい。ちょっと待ってて。
んで2キロ太ってる。なんで今日で90キロいくんじゃないの、マジやめとこうかな、マジ。今日で90キロいくかも。8種類食べちゃやめた方がよくない？どう思う？どうしよう、どうしよう。88でしょ、今。80何キロだった？ 88 待ってね、88だっけ？88.6 でしょ。あと 1.4 キロで90キロ、初だね、90キロね。ってことは、ちょっと待ってね、この牛丼ミニって何グラムなの？牛丼ミニは。牛丼ミニって何グラム一杯？平均。普通のノーマルなやつ？これで見ればいいのか。ちょっと待ってね。やばー、マジで90キロいったら。どうしよう。よいしょ。普通の牛。牛丼ミニ。メニューでしょ？これ牛丼だ。これが平均値だね。このミニが平均値。496カロリーって何グラムなんだろう。ちょっと待ってね。これを8個でしょ？ 8 時32の、待ってね。86。まあ、500キロカロリーで、と考えて、5、8、10、4000キロカロリー。で、4000キロカロリーは1キロぐらいだよね、多分ね。1キロとか2キロだよね。グラムにするとね。だって大盛りとかさ、大食いする人さ、ラーメンとか、5キロとかさ、食べるじゃん。あれカロリーだと5キロで5000キロカロリーぐらいでしょ。ミニは180グラムだって、これ。ご飯合わせて。180グラムかける8、81が8波64。1.4 キロだね。ちょうどだ。ちょうど計算的にはちょうど今日90キロを突破する。これを食べたらね。いや、ちょうどだって 88.6 キロでしょ今。 88.6 キロでね、180グラムを8個食べたら 1.4 キロぴったり。ちょうど90キロオーバーだね。あ、だから後で体重測ったらちょうど90キロになってるってことかな。あ、だからその検証でもいいね。本当に90キロになるかっつうのちょっとね、変更してね、今日ね。レビューじゃなくて、牛丼90キロになれるかどうかだね。オッケーオッケーオッケー。ぴったり。ぴったり。ぴったり90キロになれるかチャレンジ。まあ誤差、多少の誤差、多少の誤差あるからね。でも重さだからね、グラムだからそのまんま来るでしょ多分。マジかい。
ついに突破するか。大ダイモン。ついにパンドラの箱を開けてしまったな、私90点で、あと10キロで100キロになっちゃうんだよ。で、牛丼ライターを持ち帰りできないから、普通のミニサイズで8種類に買ってくる。だから、この、さっきの絵だよね。これだよね。これを買ってくればいいんでしょ？この8種類。なんか、ライトはお持ち帰りできないんだって。だから、俺の普通の牛丼買ってくればいいんでしょ？ミニの。だから、多分一番上、左端は普通の牛丼だよね。で、真ん中が、チーズ。で、その隣がおろし。で、その下がこれなんだろう。ネバネバ？オクラかな？で、その隣がキムチ。で、ネギ玉かな？ネギ。で、トロロ。で、高菜だね、多分ね。1、2、3、4、5、6、7、8。これさ、ご飯さ、つけなきゃダメ。ちょっと待って、ご飯の量が180でお肉の量が60じゃん。ってことは、240g ってことでしょ？ちょっと待って、もう一回ね。240×8 で8、2、16、8、32。1.92 じゃん。1.92 だ。オーバーすんね、軽くね。だから約2キロ、2キロ。大食いをする予定じゃなかったんだけどね。やっちゃう？せっかくだから。ただちょっと予約した方がいいね。もう先に予約しとこう。で、9時に取りに行く感じでね。電話もう繋がんのかな、これ。いやなぁ。マジ死ぬかも。ありがとうございます。こちらはスキヤお客様相談室です。音声ガイダンスに沿ってご希望の番号を押してください。ガイダンスの途中でも操作は可能です。なお、この通話は応対品質の向上とお問い合わせ内容の確認のために録音させていただいております。忘れ物、営業時間に関するお問い合わせは1を、店舗、従業員、商品に関するご意見は2を、お弁当のご注文については3を。これかな。もう一度お聞きになりたい方は9、ね、大変申し訳ございません。本日の業務は終了いたしました。恐れ入りますが、明日24時間営業なのにオペレーターセンターがやってないってことなんだ、やっぱりね。クーリンだったら頼めんの。だから、お店の店舗の番号がこれなんの、今のところ。
一個一個違うんだけど、これに全部繋がっちゃうんだよね。0120なんだけどね。店舗の番号が今かけたやつの。ネット予約ってできるの？何それ？どこでできんの？これかな？これ？スキヤのウェブ予約、これか。こんなんあったんだね、初めて知った。店舗で受け取りが10時からだってダメじゃん。ご予約受付時間9時って書いてあるね。ご注文から1時間後になるって。まあ、直接買いに行こっかな。ね。直接買いに行って、でも、持ち帰るのも大変だよね。8種類だからね。タクシーで行くか。パッと行って。近くにある。多分、車で行けばもうすぐ、もう、でも24時間営業だから多分やってるよね、店舗はね。あ、だから牛丼ライトっていう、今日から、あ、昨日から出てるの持ち帰り不可能なの。それはもうしょうがない。それはもうできないよね、今日ね。もう何回もガチガチ説明するけど、もうこれ何回今日話しても今日ずーっと牛丼の話してるけどね。何時間牛丼の話ばっかしてるの。これからね、食べなきゃいけないのに。ね。もう2時間ぐらいずーっと牛丼の話してんだよ。いきます。牛丼ライトっていうのは豆腐とサラダのやつだから品質上もお持ち帰りができないよね。それはもうしょうがないと。普通のミニで同じ乗ってる具のメニューを頼みましょうっつってんの。意味がないけど、だってお持ち帰りができない、店舗で食べれないで、結局。お家でやらなきゃダメでしょ？別にいいじゃん。なんか趣旨は変わるけどね。まあ、新商品を食べてる風でいいんじゃない？いや、する意味ってさ、だってリスナーさんがやってほしいって言われてやってるんだ、今日はね。それを見たいって言って、じゃあやりましょうって、じゃあこの日にやりますねって私が決めたの。リスナーの整理はしてるんだから、やるっつってんじゃん、しつけえな。ガチャ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 、文句ばっか。ほんとにしつこいんだけど。動物の森はだから水曜日だっつってんでしょ。水曜日固定でゲーム配信をやりますよっつってんの。いや、怒るよ。だってもう、何回同じ話してんの、さっきから。あ、だから動物の森とかもリスナーさん、だから最近リスナーさんがやってっていうのをなるべく答えるようにね。どうの見たいのっつって。結構送られてくるね。あ、今日は、じゃあ、こういう食べ物を食べてほしいとかさ。この紹介してもらいたいとかさ、ここに行ってほしいとかね。
そういうのを踏まえながら、なんつうの、最近はね、やってんだけどな。うん。でもさ、普通にあれだよね、キングとかの方が楽だな。でもキングも持ち帰りできないんだよ、確かね。メガは持ち帰りできんだけどな。うん。だからゲーム配信は今日はしないって何回言ったか。ガチャ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 、うるさい。本当に。毎日ゲームなんかやったらみんな見ないだろ、どう考えても。ゲーム配信者じゃないんだよ、私は。ミラティブでもなんでもね、見とけっつんだよ。ミラティブライブかなんか、YouTube ライブとかね。もうやめた。じゃあやめる、今日。やめまーす。ね、牛丼食わないよ。でも体のことも考えて、体調もよろしくないし、やめよう。普通に雑談。もう終始雑談。うん？もう終始雑談。だからゲーム配信は昨日やったでしょって。昨日やったことを今日やりたくないの、私はね。毎日違うことをやりたいの。どうしよっかな、マジ。地味にそう。いや、動物の森はやりたくないんだって。だから水曜日、来週水曜日って決まってんのよ、もうね。うん。いいじゃん、昔みたいなスタイルでいいじゃん。昔みたいにダラ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 喋ろうよ。ほんと。だからデブるんだよ。なん。じゃあ、アンケート取ります。食べてっていう人をね、奈々ちゃんを殺してまで食べてっていう人は、はい。やめといた方がいいよ、今日はってね。少し休みなさいっていう人はね、いいえ。いつものアンケート取ります。これでもう決める。はい、
もう買いに行きます。なんだっけさっきのテロップ、なんだったい、なんだっけ、牛丼、もう殺す気ね、牛丼ハッシュ、90kg チャレンジ。でも完食はしないからね。嬉しそうじゃない。ウーバーイーツはだから10時ぐらいじゃないと頼めないの。ちょっと待って、一応ウーバー見てみる。確かダメだったような気がする、この地域。いつも多分10時ぐらいから私頼んでるような。ちょっとウーバー取ってみんな。もう食べる前から気持ち悪い。いやー、牛丼ライト失敗だわ、多分。前もなんかあったよね、この、お持ち帰りできないとか言うの。前もなんかあったんだよ、似たようなことね。時間外だったのかな、確かね。8種類全部違うお店。いや、牛丼屋ってそんな なくない？吉牛、すき家、中尾、あとなんだ？これぐらいしかないね、多分ね。ちょっと待って、ウーバー入れてみる。あ、松屋もあるか。どれ、ちょっと。あ、ほら。こうなっちゃうんだよな。やっぱ全部できないよ、ほら。やっぱ時間があるんだよね、この地域によってね。全部頼めない。早く買ってきてくんない？お金渡すかな？来る、近くにいる方。だってタクシーまで呼んでさ。タクシーまで呼んでさ。時間もかかるし。いや、歩いてったら時間かかるで、30分ぐらいかかるで、あそこまで。行きと帰りタクシー。だって結構持つ8種類だから。結構な量で、4個4個だよ、片手で。右手4個、左手4個だよ。うん、じゃあ行きはいいけど帰りは大変じゃない、多分ね。うん、いやだから大変なんで、朝って店開いてないしさ。朝の配信って何気に大変なんだよ、そうできないの。考えてやんないと。タクシー呼ぶか。でも作るのにも時間かかりそうだよね。チャット行ってチャット帰ってくるか。だから電話できないんだつ、もう何回同じことを言わせるんですか、本当に。朝から何回もう10回ぐらい同じ話してんだけどね。そろそろいいですか、本当に。何時間同じ話のループをしてるの。電話も店舗にないんです、好きやつのは。
で、ネットの予約も10時からなんです。あ、9時から注文を受けて10時に取りに行く感じね。それじゃ遅い。Uber Eats もこの時間やってません。で、店舗でも食べれない。お持ち帰らったら行くしかない。あ、電話番号あるけど非公開なんだ。へえ。そういうことね。店舗にあんだけど、教えてないんだね。そうね。でも、行くにも行くにも、ここで切らなきゃ、あれでやるか。いつもの。またあれでやるか。昨日やった方式で。切りたくないんだし、なるべくね。生中継できますか、いつもの。うん、で、先にじゃあタクシーじゃあ464マジ死ぬかもしんない。さよなら皆さん、さよなら。90キロになってマジで死ぬかも。もう戻れないかも。私綺麗な奈々ちゃんにマジ戻れない。なんでいつも家で今日はライトだったら食べる。まあ話が通じない。全然言ってる意味が分かんないの。私が何回も何回も朝からね、7時から同じことをずっと繰り返してるのに、私の言葉が分かんないからずっと言ってんだけど、なぜ分からないのかな。本当に分かってほしい、そろそろ。本当に分かってほしい、言ってる意味を。もうこのまんま行く、このまんま。よいしょ。ひあ、食べれなかったら冷凍できるからね、牛丼はね。ご飯だけ取って具だけ冷凍しちゃえばいいのよ。ネギとかあれだけど、これに電話ね。ちょっと待ってね。あ、やばい、タクシー来ちゃった。ちょっと待ってね。来ちゃった、来ちゃった。ちょっと待って、待って、待って、待ってね。よしよしよし。で、音聞こえてないね、これね。ちょっと待ってね。あ、やだ。
なんだろう、この非通知電。あ、オッケー、オッケー、よし、行きましょう。来てるからもう。あ、来てない来てない、あ、来てない、ちょうど来た。はい、このあそこのスキヤまでお願いしたい。はい、スキヤ。スキヤ。で、黒川沿いのあの、宮前ダイブの方に向かった。ああ、はいはいはい。よいしょ。そこら、あの、コメントをちょこちょこ見ながらやるんでね。あ、こっちの話。どんぐらいできるんだ、10分、15分かな。15分はかかるよね、8種類ね。ここにしたらどうなんだろう。ここにしたらどうなんだろう、これ。これがね、切らないで行く最善の方法だよね。コメントが見れないのがあれだけどね、みんなの、ね、反応がね、ちょっと裏で見ながら。モザイク入ってるのは、あのコメント今私が見てる。ちょこちょこね。モザイク入ってるときは、バック裏でツイキャスを見てる。了解して、水が流れてる、ちょろちょろって水が。いやー、牛丼ライトはやられたな、持ち帰りできないなんて悔しいね。お米とあの野菜のやつで全然違うからね、ボリュームがね。いや、ドライブスルーじゃないよ。普通に一回降りて注文してまたタクシーを呼び直す。一回降りてね。そのまんま待っててくれるかな、だって。どうも。もうすぐ着いちゃうけど。お父さん待ってる間って料金は上がってくるんですか？
待っててもらうことってます。結構時間かかるんだけど、また家に戻りたいんですけど、待つことはできるけど、どうなの、めんどくさい。お父さん牛丼買うだけなんだけど、うん、買うだけだったら、どこも分かんない。あ、ちょっとね、量があるんですよ。何個？で、いや、また呼びます。一回降りて。入るんだって、8個だから。結構変わるよね。15分は変わんでない。はい、すいません。はい、来ました。はい。あ、混んでる。好きや、混んでるわ。格好が恥ずかしい。ここはめっちゃ恥ずかしいんだよ。どうしよう。あ、ちょっと待って。これだね。これだね。ミニ。全部ミニ。この4種類、8種類。高えな値段。1000円ぐらいかかるわ。お持ち帰りで。ここからここまで全部ミニサイズ8種類、はい、これ全部お持ち帰りで。時間かかりますが大丈夫？どんぐらいかかります？50分かかる。あ、10分で大丈夫。外で待ってる。大丈夫。はい、普通のボスメって、ここ全部これとこの8種類ミニサイズ、はい。あ、ごめんなさい。3300円。はい。はい。レシートご利用ください。あ、お願いします。レシートです。結構時間かかる。10分でできんのかな。タバコも置いてきちゃったよ。タバコも。10分だから、もらっ、どうしようかな、タクシーも。まだ早い、呼んどいた方がいいかな。一番最速は。あ、すごい、風が。すごい強い、パタパタパタ。
5分後にタクシー呼ぶね。オッケーオッケー。ちょっとアイコス置いてきちゃった。もうイライラする。アイコス、あ、風めっちゃ強っ。今何分？で、タバコ自体持ってきてない。タバコ自体置いてきちゃったよ。で、今日はスムーズで、意外と。どんぐらいの量なんだろう、マジで。1. 何キロって、キング2個分ぐらいかな。怖いんだけど。3000g、3キロぐらいだ。これもう呼んじゃってもいいんじゃない？なんかリスナーさんかなんで。タクシー呼んでもいいかな、そろそろ。まさこって私。まだ？だって来るまでに5分ぐらいかかるよ、多分。タクシーも。時計も見えないんだよね、これね。全面なんつうのビデオ通話みたいになってるかな。時計すら見えないね、今。コメントも見えない、時計も見えないってね。一人でずっと電話喋ってる人だよ、本当にこれ今の状態。これさ、なんかさ、90kg は今から食いますよみたいな感じだよね。これ90kg 食わないかな。よくね、90kg に今日なるんでね。90kg はさすがに食べれないからね、これ間違えないんで、ね。あ、やばい。いたずら、いたずら。すっごい来た。また LINE だ。ちょっと待ってね。めっちゃ変わってきてる。ちょっと待って、通話、プライバシーの、あ、やだ。通知をオフ。着信を拒否。お休みモードにしちゃうとダメなんだ。あ、お休みモードにするか。うわっ。あ、なんでさ、これさ、何が目的でこれやんの。全然つまんないんだけど。マジ。このアメリカ合衆国みたいな。マジつまんないって感じ。あー、どうもー。うわー、結構量あるね。はーい。こちらに何も作ってない牛丼が。あ、はい。はい。すいません。オッケー。頼めた。頼めた。ちょっと待って。すんごいんだけど、電話。ちょっと待って、この、めっちゃかかってくる。なんでかかってくるのこれ。ちょっとタクシー。タクシーも呼んじゃ。すげえなー。
け呼べたタクシー。いや、フルシカトっていうか全部もうずーっと電話鳴っちゃって止まっちゃってんだもん。もう。怖い。マジか。一口ずつ食べようから一口。怖い怖い。なにこれ。うわ、なに。ちょっと。おーい、おーい、バグったバグったバグってる、早く来てもバグってるバグってる、ライン、バグ早く殴っちゃった電話が、もうしつこいな、アメリカ合衆国マジで、まだこれ早くタクシー、マジでこれはアメリカ合衆国しつこいんだけど、うっこれだこれだ、これ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 、あ、来た来た来た、あ、来た、ちょっとふざけんじゃないよ、あら、これじゃないのかな、これあれですか、あ、そうなんです。違うか。あれ？牛丼でタクシー来て食べるまであれだって。ちょっと。もう。違うって、牛丼食べるまで待ってる。やっぱいるんだね、そうですね。お持ち帰りかな？私のタクシーはどこ行ったの、本当に。まあまあ、あ、来た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 、これだね、お願いします、はいはい、西松屋、はい、あ、さっきの人かな、あ、違うか、西松屋の方上がってってくる、西松屋の方へ、はい、マギルの、マギルの西松屋で、U ターンしてOKですよ。はい。何この木のすごいね。タコもいるよ。うん。マンダリマンダリマンダリ、ちょっとアメリカうるさいまでね、すごいね今の携帯ね、サメとかでもらえるの、ほほほほ、こんにちは、クロだよ、エフェクト開始、どうしました？ちょっと待って、マジしつこい、
な、どう考えても。やばい、ちょっと重量一個一個測ってみようね、後で。これ。でも食べれなかったら、あれより冷凍できるか、上の部分だけ取ってね。ご飯はどうかな、そのまんまいけるかな。うどんは。どう思うこれ。まんまこれ保存できるかな。いや、もう明らかに食えないよね、これね。一つでお腹いっぱいなのに、ミニにしても結構大きいからね、好きなのは。ミニサイズだけどね。やばいよ。キング牛丼だって、2500〜600キロカロリーで、これもう明らかに超えてるからね。3500とか4000いってるかな。キング牛丼2個分ぐらいなんだよ。カロリー的にはね。ああ、殺す気。私を殺す気、マジ。こいだった。こんな体調悪い時にこれを食うつは私もすごいよね。マジで。もう今日が最後の放送になるかもしれない。なんか、真面目に。今日で私悩むの最後かもしれないな。いや、8種類すごい感じ、マジで。あとで、ちょっと お部屋で見せるけど、半端ないよ、でも。ビビったらおしっこちびるかと思う。いや、食べたくないよ。じゃ、ライトって、本当はライトっていうね、カロリーが低めで健康的なやつが今日8種類出たんだけど、それがお持ち帰りできないから、この普通のをなぜか買ってきたっていうの。予想外の展開ですよ、今日ね。普通の牛丼食うっていうのは、全然新商品でもないと元からあるし。うん。で、今日ライトっていうあの、豆腐とサラダね、このご飯、後で説明しろやガチャガチャガチャ、うるさいな、もう絶対ガチャガチャなってるの分かってるから、これね。あとで説明するか、待っときっつうの。もうタクシーで帰ってるか、今。あとね、3分ぐらい着くから。お待ちなさいって。お待ちなさい。でもなんとなくで、今、チラチラ見てるけど、なんとなく、みんなが書いてるコメントがわかんない。やっぱりいつも見てるからかな。なんか流れとかさ、今ね、だいたいわかる。な、こうやってお話できるけどね。今嘘だって書いてる人絶対嘘だ、嘘だね。ハッタリだとかね。虚言とかね。あ、全然コメント流れてないですね。全然流れてなかったね。3個目ぐらいしか流れてなかったね。やばいっすね。結構やばい状況ですね。あ、お味噌汁はね、ある。青さんの味噌汁のレトルトがあるかな。あ、もうずーっとまっすぐで。ないね。たぶん私が配信上で食べたもので最強クラスだね、今日ね。この量は。え、5年間配信やってますけど、最強クラスの量なの。もう腕がつるぐらい痛い。腕がつっちゃうぐらい痛い。あ、ここでお願いします。はい、到着。どうもありがとうございました。忘れ物ないように。よろしくお願いします。
気持ちだけ忘れ物するわ。よし、到着。よいしょ、よいしょ、戻ってきた。今戻れるからね、やっとみんなのとこに待ってて。痛い、体が痛い、ブシブシ、痛い。よいしょ、やっと。よいしょ。ちょっと待って、なんでだ、なんで急に。ちょっとこっちのカメラに切る。どういうこと？なんで真っ暗になんの？普通のカメラも出ない。待って、普通のカメラも出ない。なんでこれ真っ暗になった？ラグ？そうそう、せっかく買ってきたのにね。ちょっと一回これ消すね、もう一回。あ、出た、よかった。よし、へー、どうしよっかな。ちょっと日差しがね、こっち側でやるかな。でもミニサイズってこんな大きいんだね、びっくり。ミニサイズ。ちょっと今ここに並べてみせるけどね、とりあえずちょっと要相談って感じで。何が大きいの？サイズでミニ、全然ミニじゃないからね、マジね。ビビるよ。ちょっとね、一個一個並べてくね。
でもこれ一個はちっちゃいんだよね。これ一個はこれ、ちょっとカロリーちょっとどんぐらいかな、カロリーをまずは計算してみよう。一個一個ライトとミニは一緒なの？一緒じゃない。ライトは普通の普通盛り。4500キロカロリーだって。マジ4000キロカロリー。いえ。何のために食べるの？それ言われちゃ困るよね。それ言われちゃ困んない？ピントが合ってない。もういいや、こっち側でめんどくさい。こっちでいいや。で、紹介だけしてこっかな、一個一個ね。紹介だけ。通知もう一回出し直すわ。これ食べれないな。一個で無理かも。上だけ食べるってどう？上だけ食べるって。一口一口ね。だって本当に90キロ突破しちゃうよ。だって4000キロカロリーなんて食べたことないからね。4000キロカロリーだよ。4000キロカロリーなんて食べれる人いるの？テレビチャンピオン並みじゃない？ラーメン4杯どころじゃん。ラーメン1杯900、700とかでしょ、ラーメン1杯。5、6杯あるよ。ラーメン5、6杯分ぐらいの。どれかでいく？とりあえず紹介ね。こちら、牛丼ミニ。これ普通。で、こちら、ミニ牛丼ネギ玉。ネギがいっぱい乗ってるやつで、あと、味噌みたいな。これなんか間違えてない？ん？なんで普通の牛丼が3つあるの？あー、これを入れてくるね。こういう風に、卵とか。山かけね。こういうことね。
あとのせで、じゃあこれとこれでおろしポン酢牛丼で、これが、山かけわさび牛丼、卵付き、ミニ高菜牛丼、ミニキムチ牛丼、ミニネギ玉牛丼、ミニ牛丼チーズ牛丼、ミニオクラ牛丼の8種類。どれからいく？普通にノーマルの牛丼からいく？別に早食いとかじゃないからね、普通に味わって食べたい。チーズからいく？チーズ、じゃあチーズ牛丼からいってみるか。こちら。で、これはなんかね、こういうさ、タバスコみたいなのがついてんだけど、私はいつもこれかけないんで、これまずいからね。これいきましょう。うん、いらないか。いただきまーす。美味しい。ミニっつってもあれだね。普通の牛丼の、ちょっと少ないぐらいだね、今後は。わかるかな、このサイズ。あ、美味しい。普通に美味しい。お水用意した方がいいね。もうなんかやばいかも。ちょっとやばいか。1個ずつ食べて点数をつけるね。はい。あ、BGM なかった、ごめん。うん。でもさ、これ一つ何キロ、これでもう500キロカロリーぐらいあるよね、多分ね。これ絶対今日90キロいくな。このチーズ牛丼はさ、私が、20歳ぐらい、もっと前かな、に出て、最初は、期間限定だったんだよね。それで、レギュラー化になったんだけど、このチーズはね。あ、お茶箱ありがとうございます。チーズ牛丼はね、この、なんつうの、お肉とのマイルドさだよね。すごいね、クリーミーっていうかさ、匂いはでもそんなないんじゃないかな。うん。でも私は大体これしか食べない。普通のやつか、これしか食べないね、好きやだとね。普通に。あ、そう、ウーバーでね、牛丼ね、頼むと高いんで、1000円普通にオーバーするからね。うん。コメント見てる？見てる。なんで？
次の味にとりあえず食べてって一口ずついけってん？どういうこと？いや、すんごい出てきた400。うわ、ちょっと待ってね、今もう私何キロカロリー食べちゃったの？とろーりチーズもう600キロ取っちゃったよ。もうこれで600キロカロリーだったよ。もうすでにお腹いっぱいなんだけど。いや、ミニでもだって普通の牛丼だからね。もうこれで普通の食事だよね、一人分の。うん、一口分ずつ。でもそれじゃ意味なくない？だってチャレンジっつ、ちょっと大食いやめるか、ちょっとね、やめようかな。これ絶対無理だよね。5000キロ、4000キロカロリー無理だよね、明らかに。ちょっと待ってね、またちょっと待ってね。レビュー、牛丼レビューでいいね。牛丼レビュー、牛丼レビューね。いや、だって普通のギャル曽根とかでも食べれないと思う、4000キロは。ああいうプロでも4000キロ、5000キロ、難しくない？食べれんのかな？いや、プロじゃない、まだ普通の人だもん、だって。じゃあお次、普通の牛丼食べようかな。普通の牛丼。はい、一つ完食を。うん、やっぱでもこの普通の、結構あれで、すき家って甘めの牛丼だよね、全体的に。麺生姜とかね、あんまり乗せない。でも多分さ、冷凍すればさ、大丈夫だと思うよ。ぶち込めば。冷凍庫にこのまんまね。うまい。めっちゃうまい。ん、なんか来てたね、落ちまく。あー、そうね、銀城さん、了解です。うん、昨日おばあちゃんの夢見たんだよね、私。ちょうどね、命日だったんだけど、おばあちゃんね、夢に出てきたの、昨日。なんか話したんだけど、4月1日がね、おばあちゃんの命日なの。みやびのね。で、昨日夢に出てきて、なんか話してたんだよね、一緒にね。たまーに出てくるの、たまーにね。コメント見てるっちゅう、何？なんなの、さっきかな。ほんとにガチャ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 、うるさいのコメント見るって、見てんに決まってんじゃん。ね、ただ飯食ってるわけじゃないんだよ、こっちは。レビューじゃないじゃん、もうレビュー終わってんじゃん。だって牛丼甘めだよね、レビューで終わりだよ。他に喋ることないわ。え、スキヤの牛丼甘めだよね、で終わりだよ。うん。
なんで一口ずつ、じゃあなんでこんないっぱい買ってきたのよ。だったら牛皿だけでよかったじゃん。もういい加減にして。さっきからもう朝から。ねえ。じゃあ牛皿にしようかっつったらそれじゃ意味がないっつって普通のを買ってこようってなって買ってきたんだけど、で怒りすぎじゃ何なんだってコロ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 変わん全然あの話が変わってるからね。今来た人はもう言わないで文句もう最初にうん、あ、普通のうまかった、ごちそうさま、そうだね、高菜が人気あるね。高菜好きね、私高菜行こうかしら。高菜牛丼これね、これ美味しいよね。これこれはちょっとしょっぱい感じだよね。甘じょっぱいって感じ。このしょっぱさが癖になるな。うん。高菜と明太子と牛丼の組み合わせね。で、結構しょっぱい感じ。ね、ご飯に合うんだよね、このしょっぱさがね。これも結構人気メニュー。で、今順番で食べたのは多分すき家の中で結構人気あるメニュー、多分このトップ3が一番人気なんだよね。だってこれでもう1000キロカロリーオーバーしてるからね。今食べてこの3つだけで。500、600、4、500だから。もう1500キロカロリーぐらいいってるよね、今ね。苦しい、気持ち悪い、美味しいんだけど3個で限界かな、これ。残りは明日食べようかな。もう余裕で90キロいったでしょ。でもさ、これ次の箸つけちゃったら腐んない。あー気持ち悪い。あのさ、計画性ないとかさ、もういい加減してマジねえ、グダグダだわとか、いくらかかってると思ったこれ。もう5000円かかってんね、5000円これ。えだったら食ってみろよっつうのよ。おいしい。ねえ。じゃ、タクシー代もかかってんじゃん。
往復1000円、1000、2000円の5000円以上かかってるでしょ、今日。ただじゃねえんだから。終わりまーす、おつじょりー。ダメだ、無理だわ、気持ち悪い。おつじょりー。終わりまーす。うわ、これで限界やん。出ちゃいそう、マジで。出ちゃいそう。マジで出る。マジで気持ち悪い。